さらに回転もしっかりな。まだ打つ方で貢献できてないから絶対打ってやるぜ。一塁側花巻、三塁側宮古、観客に見送られて守りに散りました。さあ一球一瞬に思いを込めて間もなくプレイボールです。バッターさあ行くぜ。ホームラン期待。初球を打ちました高橋、ボールを取る高橋自らベースを。試合は1点を先制し2打席目で強発ヒット。ナイバッチ大谷ナイス。俺のヒットをきっかけに打線に火がつく。よし落ちた。2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む。花巻1点入りました。2対0プッシュ。遠くへまで打った。どんなもんじゃい。花巻さらに1点追加。奥井タイムリーヒット打ちました。いい当たり抜けた、うん、山岡もナイス。中継金巻さらに1点追加。おや打線止まりませんね。センターバックホーム。そして次の回打ちました。これはいい当たり。打球はそのまま伸びていく。大谷初ホームラン来た。やっと出ました。大谷よくやったふん。だいぶ打撃の感覚が戻ってきたぜ。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さらに次の打席でもうろう連続ホームランだ。大谷やっぱり化け物だな。絶好調ですね。この夏は打つだけだからな。これくらいやらないとな。し勝ったぜー。4人の完封勝利よくやった山岡。大丈夫山岡、見事な完封勝利。2回戦を見事勝利しました。俺は3安打2ホーマー3打点の大活躍。俺は1安打。俺も1安打だ。俺は1安打1打点だぜ。俺も1安打1打点だ。投げる方は被安打2の3奪三振無失点。先生どうですか。打球の当たりどころが良くなかったようだね。君がプロ入りを目指しているようならここで無理をしない方がいい。でも俺にとって最後の夏なんです。それじゃあ痛み止めを渡しておこう。でも無理をすると今後の選手生命に関わるからね。くれぐれも無理はしないように。わかりました。山岡。佐藤、どうしてここに。やっぱり最後の打球が。心配はいらない。俺は必ずもう一度甲子園に行く。それだけだ。山岡。さあ準々決勝だ。お前たち気合い入れていけよ。今日もホームランぶちかますぞ。一塁側花巻、三塁側久慈。甲子園大会へ向けいよいよ正念場を迎えました。さあ準々決勝プレイボールです。牛先生タイムリー。大谷ナイス。絶好調ですね。ワンアウトランナー一塁二塁といえば。さあ追加点任せとけ。大谷調子上がってきたな。打率爆上げ。くそ、最低限。そのままベースに入って山岡を楽に投げさせるためにも俺がここで打つ。ほら、オッケー。これで3点差。さすが4番。3対0佐藤タイムリー。今日初めて杉本ナイス。あくそ、失点したか。くじ、ようやく1点を返しました。試合はそのまま9回。まあホームランは事故みたいなもんだから。くそ、さすがに球数が増えるとまずい。ストライクを取りに行ったところを狙われました。今チームメイトが迎えます。試合はそのまま山岡が締めて勝利。これで準決勝進出だぜ。こりゃ俺の投げる出番は本当になさそうだな。救世主登場は必要なさそうですね。
俺は2安打1打点だった。俺はノーヒット。俺は1安打2打点。俺は1安打。俺はノーヒットだ。投げては9回を投げて被安打11、7奪三振、2失点だった。さあ準決勝だぜ。夏の甲子園まであと2勝か。絶対甲子園に行きましょう。今日もしっかり頼むぞ。三塁側宮古、ここで勝てば決勝戦甲子園大会が見えてまいります。ちょま、これはやばいですね。プレイボールです。クソ、先制されたか。右の若松、ま、1回の裏すぐ同点に追いつかないと相手の戦力を見てみましょう。中川、さすがに総合評価は強いな。すごいピッチャーですね。高校生の能力じゃないだろ。中川出てくれ。お、当たる当たる。外のボール引っ掛けた。当たり少ない。サードから一塁送球。ダメか。これでワンアウト、ランナーはありません。出たぜ。花巻同点のチャンス。さあ同点のチャンスだ。ここで同点に追いつく。なあ木村ナイス。同点です。花巻ここでどますすまん。そして今拾い直した。打ちました。抑えた。よしよし。これで2アウト、ランナーは3塁。4番か。2アウトだ。ここで切るぞ。打ちました。これは真正面、一塁へ送る。オッケー。山岡のやつ、今送球引くからだけど大丈夫か。しのぎました。花巻勝ち越しのチャン。さあ下位打線だけどここで勝ち越すぞ。おい、俺がまた打ってやるぜ。さあ持ち前のクセモノぶりを発揮するのか。なあ進塁打にもならずか。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。自分で打つしかね。山岡自演を頼む。ファール。なんか来た。これでワンヒットで点が入るぞ。三塁にか。クソ。まあしゃあない。5回までが終了しまして1対1同点です。花巻ここはピンチか。山岡球数結構多いな。打った。当たりはショートライン。これで2アウト、ランナー。また来た。やべ。ふん。しっかりホームランかい。さあ点。俺ぶっちゃけ送球に自信ないんだよな。花巻この回は打順よ。先頭出てやる。さあ持ち前のファイトが前面に出てき。もうやっぱり二投手ですね。ツーアウトだ。山岡踏ん張れ。ここは伝令伝をするぞ。いけるとこまで任せたぞ。4番との対戦どうなるか。さあ思考を研ぎ澄ませて投球してほしい。ちランナーは無視だ。ランナーを進める。また俺か。よし。あ、奥井だ。やっちゃいましたね。奥井マジか。やべー。切り替えていて。
オッケー。ふう、最初失点でしのいだな。あ、まだまだわかりませんよ。牛。先頭の佐藤が出たな。ここで一気に楽天まで行きたい。先端は嫌だ、先端は嫌だ。ボックはあかん。これでワンアウト、ランナーは2塁変わります。どしたのむ、つないでくれ。ああ、相手投手を威圧していきます。行きました、アルボー、行った、グーンと伸びて左に切れ、行きました、行きました。これもダメだ、飛距離は出ていません。なんか来たー、もうけもうけ。ここはスクイズ？いや、このピッチャーからは難しいだろう。最低限の仕事でいいからバットに当ててくれ。どうなりますかね。次は俺だ、ガクブル。奥井の汚名返上の楽天タイムリーあるかもな。あかん。最悪だー。ふん、今の俺が当てる気しなかったし、よかったかも。7回の裏が終わりまして2対1です。ミヤリードでも。ノーアウト1塁か。ここも伝令だ。逆転のためにも踏ん張ってくれ。危ない危ない。無理か。まあよし。ダイソーか。バッターは1年生、ね、初球からヒットか。え、大谷やらかした。何やってんだよ、回ったぞ。これはやっちゃいましたね。山岡、あいつらはまだ1年だ、許してやれ。ああ、気にしてねえよ。さすがに球数が増えて握力が。打ちました、掴みました、打ちました。俺が取る。押し押し。さあ、下位打線だけど繋いでいけよう。この回さらに1点を失いました。よっしゃ、奥井ナイス。くそ、さっきの1点がなければバントだったんだけど。俺が打って繋ぐしかねえ。ピッチャー変わったのでチャンスあるかもですね。打ちました、三遊間へのコロ。中村ボールを掴んだ、一塁送球。くそ、気迫を見せましたがここは及びません。山岡さんがあんなに頑張ってるんだ、絶対打つ。打ちました、中川ナイス。ここで頼りになる木村。今日は俺の前に持っていってもいいぞ。逆転ホームラン期待。タッチセーフ。さあ。お。そして今拾い直した。オッケー。いいです。一点差でなおもチャンスだ。いや、やっぱりこういう場面で俺に回ってくるんだよな。よ、主役、しっかり決めちゃって。任せと金シャイ。嘘だー。最悪。山岡を助けるのは4番であり正捕手の俺だ。頼む、佐藤。あー、くそったれ。残り1イニング。やばいな、こや。追いかけます。最後の伝令も使うぞ。完投させる気か。かなり球数増えてきてますね。今日抑えてるが4番だから要注意だな。よし、2塁送球、2塁フォースアウト。よくやったー。
さあお前ら山岡がこんなに頑張ったんだ。足を引っ張るだけじゃなくて打つ方で助けてやれ。9回の裏、1点。5番からですね。杉本さんなら期待できる。先頭出たいな。打ちました。ライト前進。伸びないな。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは3年生土肥。出塁率の鬼土肥なら。初球打ち引っ張った。日々下がっていった。これは右へ切れていきます。ボール球。ああ同じような当たり。ここは大事に追い込まれちゃった。ここは意地を見せてほしい。バッターは2年生中川。中川は代打だ。武田行け。3年生の武田さんか。思い出代打かな。ほらまだわかりませんよ。お一発楽天の魔物にかける。神様仏様魔物様。バットにかかればチャンスありましょう。どうだ落ちろー。あー負けた。こんなところで甲子園が準決勝戦で敗れました。決勝進出がなりませんでした。試合時間なんでや。空気読んでください。えへへ。俺は無安打だった。俺は1安打。俺は2安打。俺は1安打だぜ。俺はノーヒットだ。投げては9回を投げ被安打12、7奪三振、3失点。だが自責点は1点だ。あー黒土が強豪校から落ちちゃった。クソ黒土で練習できないのかよ。次のキャプテンは中川だ。ケイタの方な。俺が新キャプテン。わかりました。宮越ちゃん今までありがとうね。お久しぶりです。ああ、そういえばこんなやついたな。完全に空気だったけど出番来ましたね。新チームの方針を決めるっす。打撃重視で。了解っす。山岡世代最後の夏はまさかの準決勝で敗退。俺得意のエラーで負けたようなもんだけど、まだ山岡には謝れてないんだよな。続く。